ブランドソウルは第3回中山4歳品馬特別を制した日本の競争馬同期には日本競馬初の三冠馬セントライトがいる。バレーは当時の基準に手表記する。1938年2月22日、三菱財閥経営の小祝い農場に生まれる。父はアイリッシュダービーを制して日本に輸入されたプリメロ、母の父は 多数の活躍馬を出していたシアンモアで、馬種の加藤優作に、当年の牝馬最高額で落札された。なお、ブランドソウルと同期で馬種と調教師も同じ馬に、セントライトがいるが、デビュー前は、ブランドソウルの方が、セントライトよりも高い評価を受けており、本来は、セントライトのデビューが後回しとされるはずが、予想外の仕上がりの良さから、加藤のツールの一声により、 順番が逆となり、三冠挑戦の機会を獲得したというエピソードもある。1941年4月5日に、中山でデビューして勝利し、2週間後の中山4歳品馬特別も、レコードタイムで制した。なお、出走2戦目でのクラシック勝利は、4歳デビューだった、クラシック霊明期においては珍しいことではなく、全2回の優勝馬等の実例がある。その後は、 東京優春競争、半神優春品馬、提出後商店を思ばばべたで落としたものの、5歳シーズンを最後に24戦10勝で引退した。なお、中山4歳品馬特別以外の主な勝利には、横浜農林商商店4.5歳小馬がある。引退後は、ゴールド越エン具と改名して、繁殖入りした。主な3区には、 第5回半身三歳ステークスを制したヤシマアポロがいる。また、孫に大歌唱馬の時の記録がいる。全王に第25回目黒記念を制した富士がいる。ありがとうございます。